皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。マリオメーカー、早速今日も遊んでいきます。あっちゃんさん、時間ギリギリ、ちょっと変わったスピードラン30秒。ちょっと変わったスピードランって一体何でしょうね。ベストクリアタイムは25秒の 3.7%。 私のコースをね、遊んでくれていた人の中から面白そうなコースを探して遊んでみます。まずはなんだろう、今のはジャンプしなくてもよかったのかな。今一応ジャンプしたんですけどね。これで大所の上に乗ったら、あーしまった、こっちか。はい、お、床に何か仕込んである。それは見えないよ。これは、うん、今走ってるだけでした。うん、これで大丈夫。バック、これで7光を倒したら、ここでジャンプ。はい、そしてここは難しいね。なんか途中で動く床、コンベアが逆方向になってるようなイメージに見えたんだけども、逆方向になってるんだよね多分ね。うん、そう思うことにしとこう。はい、こうです、こうです、こうじゃないね、どっちだろう、こうです。はい、あれ本当にこっち。お、鍵ゲット。難しい難しい難しい。ほいほい、通れないな。ほい、今度はさっきよりもだいぶ早く来られたぞ。ここです、一発で抜けていきたい。一発のみか、まあ2回ぐらいで抜けていきたい。ほい、で奥、ブブーってブブーって。はい、もう一個今鍵扉あったやないかーい。行こう。ブリバを踏んで、ブラバを倒して、花ちゃん巻き込み、ハッちゃん、ハッちゃん、ハッちゃんって何？行こう。ここです、ここです、ここです、クロリンクロリン。おい。今度は、ミスしないよ。変なミスしないよ。おい、ほいほい。あー、詰まってる、詰まってる、詰まってる。詰まってる。おい、詰まってる、詰まってる、巻きー。よし、なんか自分で何を言ってるのかわけが分からなくなってきた。これでゴール。あー、よかった。実況全然良くなかったけど、クリアできてよかったわ。あー、くるくるクール壊れましたね。寝不足ですよ、疲れたわ。時間ギリギリ、ちょっと変わったスピードラン30秒、あっちゃんさんのコース遊ばせていただきました。ありがとうございました。それでは次のコースを遊んでいくる。それではお次はこちらのコースを遊んでいきましょう。超巨大マグナムキラーハテナの追跡パパさん、 3.49% のクリア率の33秒。世界の注目難しいから遊んでいきたいと思います。マリオワールドにいた超マグナムキラーですよね。それをどういう風に再現したんでしょうか。ではキノコありがとうございます。行くよ、お邪魔します。そしてそしてこれが、あ、了解了解、 OK、 わかりました。怖いよ。そして何気にちっちゃいキラーも今追いかけてくるのがわかった。あれ、これは入れないね。はい、こっちは出てくるのかよ。右にもバツ印ついてたから出てくるのかな。いくよ。なるほど、まあ確かに巨大マグナムと言われればそう見えなくもないんですけれども、なまじ超名作コースである、なんだっけ、ジョーズか、ジョーズ、ジョーズの演奏系コースを知ってしまっているんで、あー、キノコが欲しい。あー、キノコ取りに行ってやられた、ちくしょうめー。そうなんですよ、なまじね、超名作コース、ミニランキング1位入賞コース、ジョーズの演奏系コースを遊んでしまっているんでね。しかもトラウマ界の人のメンバーですよ、孝太郎さんと草花さんの合作コース。あのコースの味を覚えてしまうとね、なかなか他の造形物にはピンとこなくなってしまうことがなきにしもあらず。よいしょ、落ち着いていくぞ。クールクールクール。よいしょ。あ、でもね、このコースもいいコースですから、皆さん遊んでみてくださいね。上はキノコか、キノコじゃないんかい。それ不意打ちすぎるでしょう。
でも中身がファイヤーとかに変わったりはさすがにしないか。ちょっと変わっちゃったらね、優しくなりすぎかなと思うから、しょうがないところはしょうがない。この先も大きいまま行きたいな。結構初見殺し的な罠もあるんでね。いやまあちょっと自分が警戒心なしに突っ込みすぎてるだけなんですけれど、今のところこのパックンのところでやられたのが自分の最高かな。これを超えていく。はい、これは奪わなきゃダメだったのか。なかなか難しいことをさせますね。そしてこのテレサも羽根がついてて非常にいやらしい。そしてゴール、イエース。そういえば巨大キラーマグナム振り切っちゃって最初しか出てこなかった。ちくしょうめー。超マグナムキラーの追跡パパさんのコースでした。ありがとうございます。それでは次のコースを遊んでいくれ。はい、それでは今日のラストはこちらのコースを遊んで終わりにしたいと思います。蹴っ飛ばしてゴー、りょうさん。ベストクリアタイムが今何秒だったかな。19秒ぐらいかな。クリア率も約 7% ということなんで、できれば一発クリア、悪くても3回以内のクリアを目指してやっていくる。蹴っ飛ばしてゴー。蹴っ飛ばすのはクロメットか。了解了解。こうやってどんどん進んでいくる。オッケー、でもやることは分かった、任せて。これ最初のね、ポンプシャープが苦手なんですよ。あそこで何回かやられることになっちゃいそうな気がするんだけど、大丈夫かな。ほい、ヘッドで、次はちっちゃいメット。いいねいいねいいね。連続でメットをケーキでして、あーあれー、まあ変なところでジャンプしちゃったよ。次が3回目のチャレンジ。これで決めていくる。本当に決められるかな。結構今までギリギリのタイミングだったところもあるんだよ、実はこっそりね。はい、メット踏んでメット蹴って、楽しいねこれね。つまらないですよ。ほい、ここでさっきやられたのかな。いくよ、あれー、だから音符ジャンプ苦手なんだよ。さすがに3回でのクリアは虫が良すぎたかな。反応できればいけたんだけども、大きなメット踏んでおるー。このやられた時のなんていう情けない声なんだ。くるくるくる、やめてくれ。もっとやられた時もね、生かす声を出したいですよね。はい、生かす声ってなんだろうね、やられる時にね。全然自分でも何言ってるのか分かんないわ。何言ってるんだろう、みんな忘れてください。音符ジャンプ、もう一回か。いやー、すーごい気持ちいいわ。残り1秒でゴール、爽快感あふれてました。あー、こういうコース作れる職人に私もなりたい。最近全然コース作れてないんでね。蹴っ飛ばしてゴー、りょうさんのコースありがとうございました。そして今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだお済みでない方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いしますね。今日はまたかかしさんのファンでね、ツイッターで私がちょっとフォローさせていただいているゴゴモモさんという方のお誕生日のようです。おめでとうございます。今年がね、またゴゴモモさんにとっていい1年になるといいですね。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる、バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。